しのベトナム不動産情報。よし、どうもベトナム住みます芸人 WC しんすけです。前回はね、100ドル差覚えてます皆さん、100ドル差まで追い込んだんですよ。今回どうなるか皆さん楽しみにしててください。そこじゃないから、メインメインそこじゃない、メインは不動産を紹介するっていうのがメインだから、そのメインがクイズに当ててタダで借りるのは二の次だからね。そこしか頭にないから今。今回紹介していただくのはまたまた N アセットの杉本さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。今回の お部屋はどういったものになってますか。はい、こちらです。シティガーデンです。聞いたことありますよ、シティガーデン、はい、この円柱のね、形がね、遠くから見たら目立つんですよね、はい、もう外から見てもおしゃれなのが分かるぐらい、はい、5年前にですね、はい、旧棟ができまして、はい、新しい棟が最近できました、はい、おー、はい、今何棟ぐらいあるの。今6棟ですね。6棟です。で、最新のやつを今回は紹介していただくという、はい、そうですね、新築物件を。未入居ですか。未入居です。来た、行きましょうか。じゃあ参りましょうか。はいはい、行けここはどんな街になってますか。備蓄の中心街からですね、はい、タクシーで5分から10分程度のビンタンクのファンビッチャンという第二の日本人街と言われるエリアですね。すごい白を基調として綺麗ですね、はい、なんか、はい、靴箱がここも広いえ、ここってだって 1LDK ですよね。そうです。で、あ、これがこれで呼べるやつですかね。モニター付きインターホン、モニター付きインターホン。これもなんだ。これはですね、自動センサーですね。人を感知してこの玄関の電気がつくようになる。すげえ。で、入ったらもうすぐ電気、もうだって入って暗かったら電気どこどこどこってなりますもんね、はい、なるなる、はい、なるけど、これがあることで入ってすぐに光が、はい、これは子供でも安心そんな珍しいやつじゃない。すごいすごい結構あの今の時代結構あるないよこれは人を感知してつくなんてね、初めて見た。嘘つけよなんですかここ化粧台にしては早すぎない。だっていやでも収納じゃないですか一番メインは。でこう鏡があることで奥行きがあって、はい、こうすごく広く見えるというか、うん、入ってこれはそうですね、おしゃれですね。だからその作りが一個一個おしゃれ、はい、出たカウンターキッチン、すごい。やっぱほんとおしゃれな作りだわこれ。この蛇口もおしゃれっすね。なんかはいビヨンビヨンっすよだってこれそのままね、階段とかに落としたらそのまま回転してくれるって言ってそれはもちろんありますねやるやつでしょこれすげえ。あ、水ももう取ってるんですね。はい、はい、このボタンは何だろう。お、あ、2タイプ、はい、切り替えられます、ね、はい、出た何キッチン4口今まではね最大数、そう3口やり俺たちは言ってきたけど4口の方がやっぱ何だかんだいいですよね。4口でこれでどれぐらいですか。8畳10畳近くあります。ですね、まあ、キッチンまで出たら相当ですよね。はい、12畳から14畳ぐらいあると思います。エアコンもさ最初から備え付けだから、はい、いいっすね。そうですね、おしゃれ感がですね、しますよね。物は全部こう隠せ、おしゃれにするなら物を隠せ。決まったソファーも綺麗だ。気持ちがいいと思いますね、はい、気持ち。もうちょっと寄った方がいいんじゃないほらヒロさんも分かるでしょこれ、はい、まあ分かるね全て分かる。3人じゃいいよいいよ寝た方がいいなんだろう。何入隊リラックス幽体離脱。もういないよ誰も。もう誰か抜け出てんのよ。味しめてますね。味しめてるなほらこちらも見てください。ホーチミンの
しない。一望できる。円柱の形だから弧を描く感じで見れるのがすごいよね。広いというか見渡せますね。見渡しがすごい、はい、バルコニーが広いですね。北向きなんですよね、ここが。あ、北側を向いているので日差しが直接入ってこないんですね。なるほど、はい、だから暑くなりにくい。そうですね、はい、あの程よい気温で、はい、ベトナムの暖かさを楽しむことができるという。マジで？え、コインランドリーじゃないですよね、ここ。違いますね、お金は取りませんの。洗濯機と乾燥機ですか、これ。そうです、上が乾燥機ですね。すげえ。これもこのですね、手元のあたりを照らすライティング、これが非常におしゃれな雰囲気を演出していますね。おしゃれ。これ雰囲気がいいですね。下も、下もあるの。下の収納いいな、それ。下もだってライティング、これ扉がないタイプの収納、意外に好きかも。見せる収納ですね、うん、あえての、あえてのキラフレーズ、おしゃれにするなら、はい、物を隠さない。なんでそうなってるんだよ。真実は合わせてくるから。マインデシャ入りましょう。じゃマインデシャ入って、マインデシャ入って、ほらもう十分、もう十分、はい、ほらほら十分、ほら見て、な、何？本能じゃないよ。ほら、ほら、炎もできる。せんよ。さあ、そして寝室。寝室も広いですね。はい、これで7畳ぐらいですかね。そうですね。いやー、さっきのこうベランダにも行ける感じですね。はい、掃除機もついて。はい、ですよ、掃除機がついてないお部屋結構多いので。多いですよね。はい、これがついてると掃除も楽なので。確かに。その。十分な収納です。お部屋の家賃を当てたらタダで借りれるのコーナー。来たよ、来ましたよ。いいんすか、そんなテンション上げて。なかなか当てるのは難しいと思っていますので。都心部からタクシーで5分ぐらいですよね。そうですね、5分から10分、5分から10分ぐらい、はい、まあ 1LDK、はい、70平米、はい、余分な家具がないんですよ。そう、はい、装飾品、うん、例えば絵とか、うん、壁にあるところ、お家もあるけど、ここは全部そういうのない、はい、うわ、いや、でも決めました。いいですか。はい、マジでタダで貸してください。はい、わかりました。せーの、$900。$900。1000ドル。もうマジで2人とも当てにいってます。じゃあお願いします。正解は$1100です。くそがくそがくそがびっくりした。くそが最近見ていた、はい、ミクの、はい、物件に比べてですね、都心の方に近くなっております。やっぱりそういうことか、はい、1100か。まあ言うたら、まあそうだな、超新築っすもんね。そして新築ですね。隣とかの棟だとちょっと安くなる。そう、ね、今までの、はい、そっか、はい、お、じゃあなんかそれはそれでちょっとそっちも狙い目ですね。そうですね、今回は残念でした。僕ら当たらなくて、またいや、良かったです、良かったです、安心しました、安心しました。まあこういうね、いろんな物件エナセツさん持ってるので、皆さん気になった方はメールなり電話なりして問い合わせてみてください。それではまた会いましょう。さよなら、バイバーイ。